もともとは認知症の方の脳を活性化するために考えられた一つのプログラムですね。で、感じたものを表現する。で、そこでこう右脳を刺激していく。で、そうするとですね、80代、90代の認知症の方でも手が動き出してですね、でしかもそれが本当にユニークな作品に作り上げられていく、そういう空間がこの臨床美術の部屋なんですね。いわゆるこの右脳を活性化するって描き方は、万人に通じる描き方なんですね。だから始まりは認知の方がターゲットで、こういう描き方が開発されてきましたけれども、実は子どもたち、あるいは発達障害の子どもたち、あるいは小学生、中学生、今は社会人の方も、一般の会社に勤めている方も、仕事の帰りにこの臨床美術を体験される方もたくさんいらっしゃいます。うん、thank you.